まあ明日から本格的な処理中の沖縄のキャンプが始まります。今日は海に行ってきました。やっぱりいいですね海は。毎年やってた南城市のサンライズ釣りのところは残念ながら閉めてしまったので、来年は一つここの遊園地のところでやりたいと思ってます。こうやってだったその時